Windows Windows のセキュリティ機能、Microsoft Safety セーフティ e スキャナー o s o f t s a セーフティ c スキャナーとは、無料で使用できる、Microsoft 開発のウイルススキャナーである。悪意のあるソフトウェアの削除ツールと同様に、コンピュータウイルスや、マルウェアに感染していないかシステムをスキャンする。2011年4月15日に Windows Live Care ケア、セーフティ c スキャナーの後継として、配布を開始した。 マイクロソフトセーフティースキャナーは常駐による常時保護するわけではなくウイルス定義ファイルもアップデートできず10日間しか利用できないため日常的に使用するツールではない一方で潜在的な干渉を失いアンチウイルスソフトがすでに入っているコンピュータで使用することができるしたがって潜在的に感染しているコンピュータで他のアンチウイルスソフトの二次的使用として スキャンすることができる。また、スキャンには、マイクロソフトセキュリティエッセンシャルズやマイクロソフト、フォーフラントエンドポイントプロテクションと同一の、検出エンジンとマルウェア検出システムを使用している。2011年7月24日、現在、マイクロソフトセーフティスキャナーのソフトウェア利用許諾は、ソフトウェア開発目的のユーザーに限られている。現在は不明。アンチ。 ウイルス2号、マイクロソフトメイクスポータブルアンチ、ウイルスツールアベイラブルツーダウンロード。ザ・エイチ・セキュリティ、平成メディア・ユーケリミテッド、2011年4月20日、閲覧。ピアーズ・ニック・マイクロソフトセーフティースキャナー・ディテクツ・アンドリムーブス、セレッツ・ウィズ・アウト・インスタレーション。PC& テック・オーソリティ、ヘマルケット・メディア、2011年4月20日、閲覧。 ブリンクマン、マーチン、マイクロソフトセーフティースキャナー、フリーオン、デマンドウイルススキャナー、ghacks.net、2011年4月20日閲覧、ありがとうございます。